お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらのよいしょ、はい、もうね、こちらメガナイトロイジャーいいかな。はい、なんかもうね、最近めっちゃいるかな、めっちゃいるってわけじゃないけど世界大会で使われてて、まあ、そっからねちょい流行ってるかなっていう出来きでございます。で、まあ特徴としてはスペルが一応まあバレるだけ、まあ、こいつも本当にスペルなのかっていう話なんですけど、だからポイズンとかザップとかがない、まあ、デッキっていうので、まあ、ちょっとね珍しいデッキでございます。はい、てなわけで、まあ、やっていくんですけど、でもそんなになんかちょっと前までは結構見られてたんですけど、最近だと、まあ、結構ねあのボーラースケラ環境ってわけで、意外とねあのアイスウィズトルネのボーラーとか、まあ、アイスイズトルネとか遅延系とかがしんどくて、まあ、少しは減ってるかなっていうデッキですね。はい、けど、まあ、言うてそれでもねスケラに対して吹き矢もありますし、まあ、全然強いっていうやつですね。はい、でこれ相手が あれだジャイだ、ジャイのジャイハンターサンスペみたいなやつですね。いやサンスペピネとかジャイハンターサンスペですね。マジでこれね、相手の時めっちゃ強いんですよね。で、ディガーもあるんですよね。これでも飛べ。君なら飛べる。で、これ守る。あー、そっちか。うわ、うまい。で、今、さっきあの、相手。あー。いや、待って、メガナイト残ってくれると思ったな。そう、これね、多分普通に無理。普通に無理なんですよ。あの、サンスペが、多分本当に一番きついレベルで、しかも結構ポイズン。相手ポイズンなんですよね。これがもう痛すぎっすね。マジやばい。とりあえず後ろからメガナイトでいいんかな。このデッキね、使い方よくわかんないですよね。でもやっぱギャングとかフキアとかプリンにバレウッドを倒しててからのバレルだと思われるんですけど、言うてなんですよね。もうフキアからのメガゴ来るからコウモリ、ここはウッド使ったから、あ、待って、これメガネとか生き生きしてるよ。ここでバレるってウッド、あ、ウッド使わせたかったけどな。あ、待って、入る。あーし、これでかいっすね。ここでワンチャンディガーだな。でもあー、そうだな、やばい、それうまいな、やばい。いでー、待って、このスケバーコウモリでもよかった感がやばいっすね。ワンチャンあるな、ワンチャンあるんだけど、あの、あれが止まんないんですよね。あの、普通にシンプルに J が止まんない。さあ、ここ一回相手延命してきましたね。だからここで、やばい、ここがやばい。ここが多分やばいんです。からの、まあ、やばい。まあ、ザップかな。あ、待って、相手ザップミスってる。オッケーオッケー。いや、全然あるよ。なんか、意外といい。シンプルにディガポイがきつい。これワンちゃん右だな。わかった、気づいた。右だ。で、このアプリ延命だ。で、ここで、こっちを攻めて、オッケー。いやー、君なら耐える。あー、君なら耐えられると信じてた。けど、どっか行った。からの、ここでバレる。そしたら、あー、オッケー、オッケー、生き、あー、ええー、ちょ、待って、やばい、大きい声出した。なぜだ、なぜハンターはそっちを向いた、君は。うわー、やばい、それはだるい。そう、やばい、これシンプルに逆サイジャイとか、あー、危ない。まあまあ、言うてですね、来た。忘れてた、こいつ。こいつ忘れてましたね。もう、これ、これよ。このデッキの強いところ。もうここ、はい、来たー、勝ったー。もうこれね、ギャング追加。やばっ、よいしょー。さあ、嬉しみ、シンプルに嬉しい。相手ポイントザップでしたからね、今のに勝てるのはやばいな。今のに勝てるのやばい。まあ相手が、まあ普通にやばい、普通にやばい。さあ2戦目いきましょう。で、まあバレルチャッチ打っていいかな。はじめだ、トルネ警戒の方がいいかもっすね。最近トルネも増えてますし。プリンかな。取っときたかったけど。
最近マジですね、咳がやばいんですよ。本当にやばくて、本当にやばい。なんかどれぐらい持ってるんだろうっていうぐらいこの咳持ってる。こうナイトにもオッケー、吹き上げた。オッケー。今ザップ使ったでしょ。見たからね僕。はい。これでもうバレル飛ばして逆サイド多分釣るんだよね。けど釣ったところでこれがめちゃんこ入るはず。言うてだな。もっと1個おるぐらいダメージ欲しかったけど、まあ言うてですね。オッケー。いやめちゃくちゃいい。相手あれだ、コカト三子だ。ワンチャジャイ三子だ。え、でもな、これ言うてしんどくないですか。ジャイ三子とか、エリポンいたからまあ攻めるでしょ、そりゃ。これガゴムレでしょ。あれ、あ、これ1個捨てるの、さては。やばい。あー、なるほどね。あ、でも今ディガー使ったから、これプリンが。いや、でもプリン取っときたいかな。まあいいや。オッケー。で、問題がエリポンだ。このデッキ、エリクサーポンプにダメージ与えれないから、ここですね。ここでバレル飛ばしたいと壊したいんですけど、その瞬間になんかされるのが怖いから。もう一回エリポン置いてくるな、こういうタイプ。いるんすよ。ここでもう一回エリクサーポンプ置いてくる人。ああ、違うんかい。いやー、メガナイトな。まあ、しゃあない。これはしゃあない。まあ、吹き矢もプリンもあるから。相手延命してきましたね。言うて、今ザップ使ったから、これで落ちた。あ、待って、俺も右も落ちる。やばい。これ右は守んないとやばいっす。右守れば勝ち。あー、待って、なんで左守られたん。それは聞いてない。やばい。待って。聞いてない。それは聞いてない。やばくね？ギャングか。ギャングで守られたんだ。いや、でもこれが、さすがにね。さすがに落ちるでしょ。オッケー。けど、やばいな。あ、待って、優秀。オッケー、メガナイト回る。あ、待って、ミスった。それ出すやつ、シンプルに間違えた。あ、終わった。やばい。これ、どこに何出してもやばいかも。あ。せやね。そや、せや。いやー、まあ、これはね、勝ち方をシンプルに知らなかった。うん。ね、コカツ三子までいるんだな。やっぱ余裕でいるか。三子と、枯渇とかは基本いつでもいるイメージがある。いやー、やられましたね。あれなんだ。やばい、マジで死ぬ。やばい。さあ、まあ最後ね、ちょい切り替えていきますか。はい、ナイト、まあプリン出して、とりあえずちゃっちゃバレルを始めの方は飛ばしたいですね。それでウッドとか打ったら、吹き矢とかプリンを結構裂きやすいからね。これまあ後ろでいいや。ここでもうバレル飛ばしたら、やば。なんかもう負けそうなんだ、もう負けそうなんだけど。え？やばくね？後ろ目がないとか良くなかった。あー、でもハードカウントですね。大体ファイスピか。ファイスピがちょい、まあ厄介ですけど。アイスイズムもベビドラも咲いたからコウモリ付け足して、あれ？ウッドないのかな？そんなわけないっすよね。そんなわけないな。オッケー。いやー、これで入れ。オッケー。いいよ。いいけど、そこまでダメージとして、あ、来た。これね、このアイスイズムもう無視して、あれでファイスピとかしかないから。ワンチャンスケラ来るかな。来ない。オッケー。あー、待って、これあれだ、トルネでキングに持ってかれそう。オッケー、完璧ですね。よいしょ。やばい。今のは相手があのアイスイズ出さなくていい、もういいの出したからですね。逆サイもう苦しいアイスイズですね。アイスリーズ、あれが分かれば結構どの試合でも楽に戦えると思います。これでも吹き矢出して、吹き矢も結構端っこに出したけど、フリーズ来てからギャングかな。 OK、
オッケー。で、あもう相手もフリーズを結構早めに打てないんですよ。スケラってダメージが、スケラじゃなくてフリーズがダメージついたから、あれなんですよね、キング後ろのこのプリンとかフキアと一緒に、ね、キングタワーと一緒にフリーズしたいんですけど、そうしちゃうと、ね、ああなっちゃうんですね、キング起動しちゃうんで、こういう奥の、こういうフキアとかがめちゃくちゃ厄介なんですよ、相手からしたら。だから気をつけてフリーズ打たないといけなくて、そう、こういう感じでね、フキアが強い。で、今の間にロージエ出したのも、まあ、出しとけばね、なんとか、ベビドラとかを止めれるんで。これやばい。これ地味にやばい。待って。え？そんなことある？ちょい待って、マジやだ。本当にやだ。本当にやだ。おい！フリーズのダメージじゃねえか、今の。待って、最悪。最悪。そんなことある？まあ、けど、どうなんだろう。これ、ロリババあるかな、でも。来ないで。あるんかい。まあ、ここで、スケブで。あ、オッケー。いやー、やばいな。ワンチャンやばい。待って。これやばいかも。普通にやばい気がしてきた。でもこれ、いろんなところにユニット出せば、OK。やばい。いろいろやばい。ちょっと待ってよ。言うてこれ、渋くないですか？危ない、危ない。これやばいな。これ、延命からの、ないとこい。いやー来ないか。フキアだけは取っといて。いやーこれフキア使いたいけどな。これファイスペあるんですよこの人。なんで？そんなことある？いや今、あー待ってやばい。あーちょっと待ってよー。ちょっと待ってよー。やばい。耐えた。一応耐えたけどさ、あ今トレネ使ったよね。今見たよ見たよ。トレネ使った。来た。勝った。からのロリババとかで防衛するところを読みの奥来た。あー危ない。よいしょ。危ない、危ないな、危ない。待って、やばい。普通に煽った、普通に煽った。まあ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 ね、たまにはね煽りますね。嬉しさのあまり、やばいなこれ。枯渇ガンメタみたいな。ファイスピロリバはいじめですね。けどファイスピラロリババとかポイウッドザップのサンスペンにも勝てるから、言うてやっぱ強いんすかね。結構使われるってことは、はい、多分言うてはライキさんがなんかグラチャレの、グラチャレの勝率かなんか使用率がトップみたいなこと言ってた気がする、気がしますね多分ですけど。はい、てなわけで本日は1本目こちらのメガナイトロイジェイ枯渇デッキとなります。はい。よければね、まあ、使ってるから、でも結構皆さん使ってると思うんですけど、まあ、使ってない方はね、ぜひぜひ一回は使ってみてください。というわけで、終わりたいと思います。お疲れ様でした。